第と兄の「サッカンラジオ」はい今週もやっていきたいと思いますはい、はい、それでは早速今週、えー、1月27日の、えー、生まれの著名人を発表お願いしますなんなのもう <laughs> ふらついとんない,いきなり <laughs> <laughs> えー、1987年生まれのですねはい 元中日ドラゴンズの岩田選手です。はい。ご存知若干。若干うん。どういうことでご存知ですか名前知ってる。何、何名前知ってるってあの、パープロくんで名前知ってた。<laughs> パープロくんって何なだ <laughs> パープロくんはパープロに出てくるキャラクターやからね。おかしいんやけども。はい,はい。あの、お化けフォーク、現役の晩年投げてた選手。うん。 あの谷重選手が取れなかったやつですよ<ー>まあ初見だったのかどうなのか分からんけど試合で投げたんやんほんとナックルが、うん、そのままストーンってまっすぐいって、うんあのー、結構なスピードで、うん、まあ結構なスピードって言140キロ出てるわけじゃないよ 100, 100キロか110キロとかやってはずなんよ、うん、それが結構無回転やからフォークな握りは、うん、なんやけどナックルでっからどっちに変化するか分からんねんほんとに。 基本的にはね、あのー、カーブ側、スライダー側に変化してた映像みたいな。だから若干回転かかってるのかもしれんけど、うん、回転かかってるにしても、曲がって、うん、あのなんか渦を巻くように、ぐーんって一回、もう一回何、カーブ側に曲がる、2段階変化してるみたいな<ー>動きするから、谷繁選手っていうのはその、当時も本当、40歳間際ぐらいの選手だったはずなんよ。うんうん もしったら先週、兼任監督やってた頃かもしれんけど、あなるほど覚えてないけど、うんあの、言わず知り合うキャッチャーやんか、キャッチングうまいはずやんか、そうやね、取れんのよ、全く。谷繁でも取れんのよ、だから他のキャッチャーも取れないのよ、おそらく。なるほどそれか、あの専用のキャッチャー育てるぐらいしか無理ないよ、あ,<ー>あのぐらいの球投げたら。なるほどでも、もともと肩があの壊れてたみたいで、肩痛で引退したらしいんやけど、あ,<ー>あのー こナックルじゃないけどこれはなんか遊びでねあの野球経験者の話聞いたらね、うん、遊びでフォークでポッて挟んで、うん、それをスポーンってその抜くようなイメージで投げるんよねフォーク自体が、うん、でもそれは強くグッて握ってプンって抜くからフォークみたいな落ち方するらしいんやけど<ー>村田千代さんとかその投げ方らしいよ、うんよでマー君とかが投げるのはあれフォークなんやけどスプリットっていうんよであ,<ー>あえて回転をかけてやるよ、ねうんやねほんで 浅いよ握りもだからスピードが出て鋭く落ちるみたいなやつだよね、うん、でその村田兆治さんの握りのやつがあるやんか、うん、あれを強く握らずにほんとスポンって抜くイメージでただただ指からポンって抜くイメージで投げたら無回転になるらしいよ、うん、あそうなん、ね、だからナックルみたいなもんよ、うん、それ遊びでやるらしいよなんかよくなるほどまあそれの延長上みたいなことやと思うよおそらく、うんうん、ただあんなもんをホームまで投げれるっていうのはやっぱすごいよね、うん、なるほどうん ナックルじゃないけども、まあ、あのメジャーリーガーでさウェイクフィールドっていう選手をおったけど、うん、あの人の時は専用のキャッチャーがおったからねああ取れんのよ他の選手が、うん、バリテックっておったけど当時キャッチャーで、うん、バリテックじゃなかったもん正報手じゃなくて他の専用のウェイクフィールド専用の保守になってたもん確か、えー、うんおそらく取れんからああそれ用に練習してるんやろ ああもう、その球種に合わせてうもうナックルって言われたら、うん、あの無回転ってすぐ答えれるような、まあ、今そんなに速くなかったけど <laughs>、<laughs> ナックルいや、そんなんじゃ無理やわ <laughs>、<laughs> <laughs> そんなんじゃ無理やわ、<laughs> ナックル、無回転ぐらいの、今の俺のが速かったやん、あそうよね、今の速さがウェイクフィールド専用キャッチャーなんや。<laughs> 多分それぐらいの無回転って言わもやろそれぐらいの専用キャッチャーがいるぐらい変な変化してたから完全にああなるほどあれじゃちょっと難しいよねでまあ肩痛めてちょっとやめたということなんですけどねなるほどあの落ちる球で一つあの何ですかパームってあるやんかパームパームあるなあれって何 どなあれはフォークとどう違うのあれは握りがまず全然違うやろ。あそうなのなんかワシ掴みみたいな感じで掴むやん、確か。あそういや、実際投げてるやつ見たことないよ、パームなんて。うんうん、俺、今、パームをさ、持ち玉にしてんだとか言ってるやつだったらさ、そいつキモいやん。いや、別にキモかない。<laughs> なんでええ <laughs> <laughs> やんか。おかしいやろ、そんなの。<laughs> おそらく触れ合う機会がある野球選手って、おそらく高校球児とかまでやんか。<laughs> 社会人野球の選手なんて、そんな知り合わんやろ 多分,分分からんけど自分の会社のとこが野球部あったら分からんけどねパームを持ちたまにしてるやつおらんで多分そんなやつ <laughs> だから投げ方とまあ見たら分かるやろうけどその教速棒みたいななんかそんなフォークみたいな挟むやつじゃないよ、うん、あそうなんやねうんどっちらかチェンジアップみたいにこうって持って投げるやつ確かああで、うん、まあ落ちるまあチェンジアップ寄りのフォークみたいないやと思うんやけど分からん投げたこともないし 投げようと思ったこともないし、まず投げる必要ないし、俺。まあそうやね。パーム投げても取れるやつおらんやろ、そんなやつ。って話ね。打つやつもおらんけど。打つやつもおらんけど。走るやつもおらんのよ、それが。守るやつもおらんで。そうやな。見るやつもおらんね。指示出すやつもおらんね。替えもおらんね。なんもないの。なんもない。ただ投げて。球があるだけ、そこに。壁もないしな。 あそれ大変やなどうしたらってかね誰か人立たしてそこぶつけるかいやそれはダメなんで危ないパームはね投げ方わかんないでも落ちる系よ確かになるほどでも最近のさまあゲームで言ったらさパームなんて持ち玉持ってるやつおらんやろまああんまおらんねんホワシぐらいやってホワシさん フォアシぐらいやって本当に出て,出てんのゲームであ<ー>、うん、あプロスピは分からんよプロスピー最近ちょっと見てみたけどいろんな変化球あの設定してあるから番長、うん、とかもさあのー、パワープロやったら2球二 <laughs> 変化球しかなかったりするんよ 2>, 2つとか3つとか番長、うん、5つか6つくらいあったぜ確か見たらああなるほど、うん、ぜあの持ち玉つってもそのあんま投げんやつみたいなやつだけどねどどまあ忠実にやってるんやろうけど、うん、言ってもパームないやろおそらく 投げる機会ないんじゃないなるほどね。うん。まあ、ほわしぐらいやって、ほんとに。セーブ寄って、ソフトバンクはどっか行った。左投げの、特徴的なフォームで投げる。ほわしやんか。こ足。ほに足。船のほにで足。なるほどなるほど。の選手。ぐらいやと思うよ。あ、そうねなんか、パープロ君とかで、パームってよく見るからさ。いや、見てないやん。今、お前。 あ,あ違う違う違うあのあのさ話を聞いてなかったんか <laughs> お前はちょっと待ちや <laughs> お前もう最初からやもう最初から講義のつ続き続きはもう最初から続きはもう最初から出てる <laughs> 講義はもう最初からやります大変やん何講義やるつもりだ <laughs> 早く言いなさいなだからあのサクセスで、うん、あの変化球をなんか選ぶやんかその何を覚えさせようかなみたいな感じんな選べるだっけ選べるよそああ 変化球スライダーが得意みたいなやつあっていうかあのなんかあの能力アップするときにさああげるときにねうん、うん、あのまあ下行ってったら、まあ、スライダーとか,なんかカーブとかいろいろあってでっフォークで、うん、その時にパームって出てきたからパームってなんやと思って <laughs> いやパームはパームや、ね、パームはチェンジアップよりのフォークってことやね確かそうやったと思うなるほど速い球じゃなかったと思う確かああ<ー>多分ね うん、最近投げるやつおらんしどんな軌道かって言われてもいまいち分からんしうん、うん、なるほど確かそうやったと思うはいそれでは早速コーナーいってみましょうサッカーワイドショーはいこのコーナー何の見識もない二人が世の中のニュースについて話しいくコーナーになりますええー、まず一つ目 <laughs> <laughs> はい <laughs> 何ですかいいやテテンンポポよく行こうって言ってて悪いなと思って、ね、<laughs> 田沢, <laughs> 田沢純一選手 まあ当然ながら WBC 辞退ということですねそのニュースをお届けしたいともうお届いてるだろうけども <laughs> 解散届いてると思いますけどもう一度お届けしたいと上原選手からです、ねあのー、辞退された時点で、うん、次の抑え候補誰かってなって NPB から探して、うん、っていうのもあったんだけ,だけども、うん、あのプレミア12でめちゃくちゃ打たれたから。 <の> MLB 誰かいないかってなって田澤になったわけよ、うんうん、ただこの選手はあのー、日本を経ずに日本を経ずにっ言ったがおかしいな日本プロ野球を経ずにメジャーリーグに行った選手ねメジャーリーグに行った選手<ー>、うん、なるほど、えー、新日本石油エネオスから、うん、現在は j x エネオスになってるらしいんやけど、うん、そこから、えー、レッドソックスと契約したやんやへえ<ー>、うんまあ 盛り上がってたよあの酒屋とかではすごい盛り上がってたと思うよ俺は酒屋 <laughs> おっさん集まるから <laughs> そ,うそうそう <laughs> いや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 うるさいよおっさん足洗ってこいお前みたいな話でね <laughs> 別にいい13年にワールドシリーズ制覇に貢献するなど <laughs> まああの上原とのセットアッパー田澤クローザー上原みたいなやつねうん,んで、まあ、貢献したとで今年のオフに、えっと、マーリンズに移籍して2年14億っていうふうな契約をしたと、うん うん、まあそれ何に使うかは知らんけども <laughs> <まあ S 1> <laughs> それはええやないかって話 <laughs> そうそうそう,そう <laughs> えこの田澤がねあの MLB 行った時に生じた問題っていうのが、うん、日本の,その若手があのアメリカに流出するっていうことが懸念されたわけよ、うん、NPB 自体が、うん、その懸念をしたわけでそこで作ったのが田澤ルールっていうのがあってね、はあ、まあ今でもあると思うんやけど あのー、日本プロ野球界はあのー、田ー事件を契機に、まあ、事件っていうか、まあ、言い方あれやけど大げさやけど <laughs>、うん、まあ大げさって球団経営してる人たちからしたら大げさじゃないかもしれんけど、うんあのー、海外球団と選手契約した場合には NPB ドラフトを拒否し海外球団と選手契約した場合において、うんえー、当該球団退団後2年間、えー、高卒選手の場合は3年間。 の NPB 所属球団との契約を禁止するってことね。はあ、だから田澤が2008年に行ったんやけど2008年もしクビになった場合、うん、この2年間 NPB と契約できないわけよ。だから2010年ぐらいかなから契約できるようになるわけだから2年間浪人生活を送らないといかんわけ、はあうん、で大谷とかももし行ってクビ、首、まあ、ないと思うけどあんだけのポテンシャルがあったらあったら、うんあのー、戻れんわけよ。そっから、うん、3年間は。うん っていうルールがあるわけ。うん、まあそれを作っちゃってね。田澤、うん、とちょっと NPB とはちょっとなんていうの関係が少し悪いというような。うん、まあこれ本人聞いてみると分からんけども。うん、まあそういう状態があると。な,るほどなんで、あのー、あ <laughs> <laughs> それ俺の携帯。あのー だから日本のために、あのー、力を貸してくれっていうのも、うん、なかなかずうの、まあ、ズうしいというかちょっとこ補足なルールいろいろ作っておいてっていうのも、うん、一応意見としては出てるわけよ。うんうん、田沢の気持ち的には出たくないよ普通に考えたらっていう。で、まあ、マーリンズに移籍が決まってるから移籍、まあ、元年っていうのは大出ないんだよね、うん、WBC には基本ピッチャーは特に野手、うんうん、もそうやけど基本的には出ない。 で万全の状態でシーズンに臨む義務があるというふうに田沢自身も語ってると、うんうん、まあそれだけじゃないかもしれんけどね、うん、青木自体は移籍元年やけど出てるけどねあそっかうんアストロズに元年ですから移籍 <laughs>、うん、してまだプレイしてませんからアストロズでうんなんで分かんないですけどだからあと一枠どうするんかっていう話になってるわけよ今なるほどうん一応その国母監督は、うん、千賀がキーマンっていうふうに 言ってるらしいんやけ千賀 <laughs> の,の球を取れるキャッチャーは誰なんやろって話になってくるわけよ。千賀のフォークを反らした小林誠治を入れてるからねメンバーに。2>, えー、2回反らしたん試合中に。で古田もめ, <laughs> めちゃくちゃあの解説で文句言ってたよあ,<ー>あれはみたいな感じの喋り方で言ってたからあ,、うん、あれは相当心証悪かったけども視聴者、うん、皆さん。 ウルタって何やねんあいつって思ったかもしれんけど <laughs> 多分プロから見たらそれぐらいのことなんかもしれん <laughs> なるほどもしかしたらいつも見てるフォークよりも鋭かったかもしれんよ、うん、その線画のフォークってなんかあのジャイロ回転みたいになってるのよだから軸が真ん中なわけやからま完全に真ん中じゃないと思うけどね、うん、その真ん中の軸が下に向けたら下にずっと進んでいくわけよ、うん で上にににやっっったら上に行くで上上上くくてて基本無理ない軸が上に向から下に振るんやから基本無理なんやけどその松坂も一時期そのジャイロ回転みたいになってるとかってスライダーとかーっていろいろ言われて、まあ、軸が下向きは下行くんよ結局。うん、っていうような回転の軸してるから異常な曲がり方するんじゃないかとかって、うん、一説はあるわけよだからその特殊な変化するか取れないんじゃないかっていうのもあるけど、うん、練習してないんかとかってね いろいろ言われたりもするんよあ<ー>まあその小林が入ってるっていうのもまあどうなんやろうっていう他はキャッチャーえっと島ってあの楽天の選手とあと大野っていう日本ハムの選手ですこの2人はまあいいんでしょうけどあのまあもしかしたら NPB というの兼ね合いがあって取れなかったかもしれん他にも西武に炭谷って選手がいたりとかロッテに田村とか うんうん、おるんやけどもしかしたらそのいや出してくれるなって話やったんかもしれんけどねそこら辺は分からんけど分からんけども、まあ、この選手は出るとでる今回そのメンバーが発表されて現在決まってるメンバーは、うんあのー、もうほぼ NPB の選手2013年の WBC と同じでほ,ほぼ NPB の選手で、うん、1>, 1人だけメジャーリーガーが青木の宣親がはい、はい、アストロズに来たらと。うん 本当は小久保さんとしてはここに田沢を入れたかったんやろうけども、田沢は来ない。うん。マイケンも来ない。はい。マー君も来ない。<laughs> ダルビッシュはもちろん来ない。はい。これ、あれ、なんだこれ。<laughs> 極端に日本だけがドリームじゃなくなってきてるっていう。そうやね。これ大谷も今年しか見れんと思った方がいいんよ。ああ<ー>。あの、来年以降メジャー行くから、絶対出ないからね。 あうん、しかも二刀流やるんでしょ向こうでやりたいやりたいみたいなこと言ってるやんか<ー>ってことは多分出れんやろそんなの普通に考え体力的にそうやね出れんね、うんいや分からんけども、うん、まあどっちか一本に限定してとかやったらやるかもしれんやるかもしれんけど分からんよそんなの、うん、だから今年ぐらいですよ本当にドリームやったなーって言えるのは <laughs> あんまりドリームじゃないけど <laughs> いや言うてもドリームやでって思うよ多分 <laughs> 次回大会もしかしたら次回の大会あ、てか今大会で終わりみたいな話もあるからああ<ー>、うん、なるほどでもし次回があるとしたらもしかしたらアマチュアみたいになってるかもしれんけどね <laughs>、うん、<laughs> いやありえるで十分、うん、十分ありえると思いますよ、うん、アマチュアとかマイナーの選手だけが出れる試合っていう、うん、になってるかもしれんだって厳密にはキューバとかもアマチュアみたいなもんやもんああそっかうん いやあそこはな誰が出るんかしらチャップマン多分出んやろし <laughs> うし、ん、そらく国内の,そのリーグの、うん、プロ契約なんかどうかわからん人たちが出るよおそらく、うん、だからある意味は間違っちゃいないんやけど、うん、なるほどまあその中であの急激にそのなんていう参加する選手が豪華になってるのがあのオランダですよああオランダうんあのー、ドイツもこいつもオランダもって有名なオランダですよ <laughs> それあんんま使わじゃない最近 <laughs> なんで <laughs> 超有名なギャグやんか。<laughs> クレヨンしんちゃんの風間くんも使ったやつ。<laughs> そりゃ知らん。なんで、<laughs> このオランダのショートにですね、うんうん、ヤンキースのその声優劇種の、うん、まあレギュラーですよ。<う>の選手が参加するかもっていう。おお、すごいな、それは、うん。で、いよいよそのオランダが。 メジャー軍団にななっっててきたなっていうことになってきたのでこの選手がグレゴリウスっていうまあなんかその昔のギリシャの哲学者みたいな名前やけども <laughs> このグレゴリウス選手はそのチーターの後を継いでヤンキースのレギュラーになったと、うん、で高い守備力を誇る一方打撃がちょっとあの不安だったというであの2016年は20本打って2割7ブロックリンと70打点っていうふうに、まあ、向上したっていうことなんだよね んでこの選手が入ってくるっていうことになって、あのー、なボガーツって選手とボガーツって選手と <laughs> シモンズスコーププロファーとかっていろいろおるわけよ、はい、メジャーリーガーの選手が入ってくるかもしれんっていうのがこの選手が入ってあの前回大会韓国破ってますから<ー>再び破るんじゃないかみたいになってるわけよなるほどでも、あのー、私はですねそれどころじゃないというと<う>こまで行くんじゃないかと思うんですね だって普通に考えたらこんな名前負けし,し,しますやんか,か韓国も実際うん、うん、日本もかもしれんけど<れ>日本やったらまだ何分からんけども日本メジャーリーグでやってる選手もおるかもしれんけど、うん、言うても青木がおるから青木さんあの選手はとかってなんか心のよりどこになるかもしれんけど <laughs> これ下手したら優勝間近のとこまで行ってくれたら俺は面白いなと思う。 なるほどね。うんオランダがね、うん、で、あで結局、あのジャンセンって選手、あの捕手からクローザーになった選手ね、あ,はいはい、あの人はまあ参加せんのやないかって言われてる、あ,あそうなんや、うん、契約の問題ねうんで出れんのやないかって話になってる。なるほどまあだからどうなるか知らんけども、うん、えーっとね、だからオランダは韓国、台湾、イスラエルと同じ A 組らしいんよ。うん これ韓国開催らしいんやけど、うん。で、ここで勝ち抜けば2次ラウンドでは東京ドームで日本と対戦することになると。うん。うん。だから日本にとっても脅威の敵であると。なるほど。ことですな。はい。これ下手したら、韓国、普通に考えれば韓国、台湾、オランダ、イスラエルの順なやと思う。強さは。うん。もしかしたら、韓国、オランダぐらいのレベルまでいってるかもしれない。なるほど。下手したらオランダ、韓国とかね。 あまあ、十分ありえるよね、うんまあとはピッチャーやろ、うん、打たれたらだって点いくら取ろうが負けちゃうからねああまあそうや、うん、いや分からんけどもそっか、うん、正式メンバー誰なんやろって分からんやん正直なんか出るや出るや出んやらなんかお前らどっちかにせえやって思うんやけど <laughs> 伝える側としてもねあの難しいわけよ、うん、出るとか言ってみたりでんがって言ってみたり何やろその合コンに参加するかどうかの迷ってる女みたいな <laughs> <laughs> 出るぐらい出るだろうお前もう今回ってめえけどなお前みたいなもんみたいなふうになってしまうわね <laughs> 合コンやった場合はね合コンやった場合はねこれは合コンじゃないよはいはい、はいうん、分かってますよこれが合コンやったとしたらこれは世界を代表するホモたちの集まやな全員参加者お願が WBC ってそういうことなんてなってしまうからね <laughs> <笑><笑>どこにその文字が入ってんのかな <laughs> 表すホモであることを表すワールドベースボールクラシックやろ <うん S 1> そこにホモの概念はないやろ <laughs> ないねってことになるけども <laughs> まあオランダにこういう選手が入ってくるかもねっていう野手がなすごい選手が集まったら確かに面白いっちゃう面白い <うん S 1> なぜかって言ったらそのやっぱどっちかと,いうと日本はすごいピッチャー出てくるけどすごい野手でにくいから 見てる分には面白いわけよその方が私はねほ他の人は分からんよもっとすごいピッチャー見たいと思うかもしれんけども私としてはして私としてはあの見てみたいですなすごい打者をそれ言うことおかしくなったなほんでもう一つ余談ではない余談どころの話じゃないかもしれんけどもあのスタントンって選手がおるわけよ メジマーリンズに、イチローの,の同僚ですわ、はい、ジャンカルロ・スタントン<う>ってやつおるわけ、27歳。うんえー、この彼がですね、はい、あの今回の WBC に出るかもしれないと、あ出るというふうにあの、ツイッターで、自分のツイッターで発表したっていうふうに言ったらしいですね。えー、今やツイッターで発表する時代です、代表入りを。うん、お父さんあの、代表入りしたからみたいな感じの感覚で、皆さんに伝える感覚ですわ、代表入りを。<laughs> <laughs> ととかじゃないんやと思って金屏風後ろにしてさあ皆さん集まっていただいてカシャ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 えー、って大久保監督が真ん中に座ってみたいなんじゃ <laughs> ないんやって、うん、金屏風はなんなよ分からんあれ今になったらもうギャグにしか見えんよな <laughs> 金屏風って <laughs> あの直近の金屏風を使ったやつで言ったら長友選手かな <laughs> 平さんとあの結婚するか婚約か 婚約するかなんかっていう話で、金屏風を背にやったけど、あれはギャグやったやろう。なんかバカ殿とか出んとおかしいもんな。なんかおかしいやんか。ドカーンって破れてさ。あのアニメやったらデュオさん出てくるとか。じゃないとおかしいやん。なんか、あの金屏風って目印。昔のなんか。発信とかのあたりの。 芸能界って感じするなみたいな時のあれフラッシュとかもめんどくさいんじゃないあれいや当たり光るなみたいなあまあめんどくさいやと思うでキラキラ光るからあれいやとにかくキラキラ光ると思うよだってじゃないと意味がないからまあねうんあんなもんやらんのや今ツイッターでカジュアルにその T シャツ着ながら「出るよ」みたいな感じで出るんやっていう まあ海外はまあ金屏風やってないかな <laughs> やってないんかいな。やってないんかいな。<laughs> や,や,やってると思ったわ。スタロンとかもやってきてんのかと思ったわ。またかーって思いながら日本に来てやってんのかと思ったわ。映画発表の時またか、またこの金屏風かーみたいなこと言いながら <laughs> 我。わが国でもやったわって <laughs>。ブルース・ウィリスとかもあ。あ、ブルース・ウィリスも。<laughs> <laughs> 金屏風の。そうそう。金屏風の前で。<laughs> カシャ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 って。 またか、これって。<laughs> 思いながら、今回の映画は <laughs> やって。ディカプリオも。<laughs> ディカプリオもかやな。<laughs> アメリカで金屏風で発表して <laughs>。日本でも金屏風で発表してたんかと思った俺 <laughs>。そうじゃないんや、これ <laughs>。このスタントン選手はですね、前回大会も出場してますから。<うん S 1> まあもしかしたら、多ぶん出るんでしょう。<ー>通例で言うなら。なるほど。出た人は基本出るからね。<うん S 1> 可能とかもそうやけど。 出るさ、出るから。この人出るってことなるほど。うん、あのー、有名なスラッカーですから。なるほど。この人は、まあ、見たいです。普通に。アメリカ代表です。はい、それでは、続いてのコーナー行ってみましょう。ワールドマイナーニュース。はい、このコーナー、世界のマイナーなニュースを紹介していくコーナーになります。三時間かけ、店に侵入、盗めたのはチョコレートだけ、ロシア。ロシアで強盗に入った十八歳の少年。 少年は3時間かけ店に侵入し、なんでそのなんなかかったんかな、<laughs> チョコレートとビール、コーヒーを盗んだなどと供述していたものの、実際に盗んだものはチョコレート10個だけだったと報じられています。<laughs> ってことは、これ、あの、サバ読んでたわけや。<laughs> 俺はチョコレートも盗んだし、ビールも盗んだし、コーヒーなんかも、などなど、他も盗んだけどもって言ったら、チョコレートだけしか盗んだ。<laughs> 自分で罪多くしたんやけども <laughs> バレて罪軽くなったんや <laughs> ロシアメディア、うんえー、スプートニックによると今月あ、まあ、今月ってこのあのこれニュースがですね2016年4月なんですねだいぶ昔の <laughs>、えー、スプートニックによると、えー、ロシア中央に位置するキセリョフスクという町でちょっと変わった窃盗事件があったと報じています <laughs>、えー、記事によると店主が出勤してきたときに 壁に大穴が開いていることが分かり、地元警察に通報したといいます。その後、まもなく18歳の学生が浮上し、即日逮捕されたといいます。早いな。早いね。お前しかやらんやろみたいなやつがやったんやな。警察によると少年はハンマーを使い、3時間かけ自分が通り抜ける穴を開けたと話しており、店でチョコレート10個とビール、コーヒーを盗んだと供述していたといいます。しかし、店の被害状況を確認したところ、確かにチョコレートは盗まれていたものの、 ビールやコーヒーの数は減っておらず、えー、供述と食い違いが出てきたといいます。実はこの少年、3時間かけ店に入ったものの、盗み出せたのはチョコレート10個だけで、バレるのが恥ずかしく思い、ビールとコーヒーも盗んだという話を持っていたことが明らかになりました。<laughs> 想像では金を盗もうと想像したんやな、その少年は。 ドゥルンドゥルンドゥル,ッドゥルッみたいになってたんやと頭の中で。よしと思って想像では。金を盗もうと店に入ったものの、金はなく。レジの隣にあったチョコレートをわしづかみにして逃げたと考えられるのですが、この手の犯行で世界で報じられるというのは非常に珍しい事件となりました。これって何なんやろな。多分金がね。 ロシアと日本では違うやろうけど、うん。が持ち帰るんかなああ<ー>。どうなんやろ持ち帰らん天使もおるよ。店に隠す。うん、あうん。ある場所に隠したりするんよ。なる,なるほど、なるほど。金庫に隠す場合でも、金庫も結し縛縛ってたりとかね。うん。基本はそうやと思うんやけど、うん。コンビニとかやったら、あんまり言うとあれないけど、まあまあ <laughs> コンビニとかやったら、あのレジの下に金庫があるああ、そうやね。うん。確か。 レジの下に金庫があってそこに、あのー、ある金額分ずつ突っ込むようにしてあるんでそれが持ってって、うん、あのレジのレジじゃないあの店の裏で開封して、うん、なんぼなんぼとかって計算するんやあれ確かんん確かね確かね、うん、私勤めたことありますから <laughs> <laughs> 確かそうね。よ、うん、今埋なってるかもしれないけど多分そんな変わらんと思うようん、うん、これ個人経営みたいなとこやから おそらく持って帰ってるかもしれんね全部自分の儲けやろこれそらくまあそうやろ天使のだから多分持って帰ったんじゃないのほんで18歳の少年が何も知らんで3時間もかけてなんで穴開けるっていうのをしたんだ鍵をなんか複製するとかさあらかじめ開くようにんか仕掛け作っとくとかさもうちょいスタイリッシュな感じでそうもうちょいそのブレインを使えよって話で何やねんその やり一辺倒みたいな、そんな、いやーってつけばなんとかなるみたいな。うん、そんなおかしいやん。猛う年やんか、完全に。まあ、うん、<laughs> でも、少年の頭の中では壁も3時間なんかかからずに、それこそほんと10分ぐらいで開く,開くと思ったよ。<laughs> くと思った。<laughs> で、最初に一振りでガーンってやった瞬間、硬ったな、これ。<laughs> <laughs> バイーンってなったよこれは、お仕事になるでって思ったら、<laughs> <laughs> 本当にお仕事になって、3時間ぐらいかかったん でまあ入れたわと思 <laughs> <で> <laughs> って。で、よし、金はって汗だくや。も、ま、う、あ、汗だるとか、完全に DNA とかやれたらもう回けんの。で、<laughs> で探したけど <laughs>、あれこれ、金。 あか,んのあかんかったじやないかなもしかしたらああなるほどねダサいことにああそれを嘘ついてたんやないかなああなるほどねあかんかって、うん、いやこれあかんやんと思ってこれでガザガザやったら見つかるやんとか言ってん <laughs> <ー>いやでも穴開けた人でし、ね、見つかるからねでもそんなん分からんぐらいテンパってるから <laughs> ああよしじゃあ帰ってチョコ食おうと思ってチョコ持ってたんやないかな <laughs> これで妹も喜ぶぞってのふうに思ったんじゃないかね知らんけど <laughs> <laughs> それからんか店の外でガサッとかいう音がしてる「うわー!」ってやべえ <laughs> <laughs> って目ってみたら <laughs> ただのネズミみたいなやつったするんやけど、うん、でもそんなもんもわからんとチョコ盗ん,んだや、うんと。バッグに入れたんかなそれとも手で掴んでそのまま <laughs> でそのチョコがポロポロポロ押してて自分の家がバレたみたいな話だからバッグ持ってったんかな <laughs> 現金やろお前バッグぐらい持ってかんとお前無理やろまあまあ確かにそうやねだって そんなん無理やと思うな俺<も>財布に入れる予定やったんかな <laughs> いやこれは僕のですとか言う,言うために <laughs> おかしいと思うで、ね、<laughs> おかしいねこロシア強盗あるん,あるんやってかまあ何やろう <laughs> 強盗とか,なんかロシアとか厳しそうやんかなんかまあ厳しそうやねなん,かなんとなくイメージやけど <laughs> ん、まあ、みんなのものをみたいなとこがあるやんかな、うん、いやそれはソ連やろ、ね、うけ、ん、どイメージよロシア行ったことないか分からんけどうん なんか、そういうのや、悪さしたらもう、えらいどつかれるみたいな、イメージがあるやん、なんか。怖いよ、みたいな。ちょっとしたことでも死刑や、みたいな。子供にも容赦しない。容赦せん、みたいな。市内の固い版みたいなの叩くみたいな。あんたあそこ行ったらどうなるか知ってるかみたいな、言われて。そんな悪さしてたら、あんた、市内の固い版で叩かれるよ、あんた。市内のい番でね。みたいなこと言ってそうやんか、オロシ屋のおかんが。うん。 おとまん<ー笑>しか言わんけど <laughs> 日本とそんな変わらんやん笑<笑>変わらんなま <laughs> <laughs> あ,あほなニュースがあったということですねなるほど <うん S 2> はいそれでは今回はこれぐらいで終わりたいと思いますご視聴ありがとうございましたそれでは次回もお楽しみにさよなら <laughs> さよなら